よこそ本日はサプライチェーン関連のオラクルモジュールをより簡単にナビゲートできるようにするサプライチェーンハーブの機能をご紹介しますサプライチェーンハーブを開くと最初に在庫アイテムを検索できる画面があります例えば特定の計画例外がある全てのアイテムですこの場合期限を過ぎた注文を検索してみましょうそして検索するとここに検索結果が表示され 不品評のレベルを展開したり折りたたりりり折んだすすることができます例えば3つの部品表レベルを表示したいとしましょうここからオラクルの標準画面にナビゲートできます浮くアイテムを右ークリックすると特定のオラクルフォームに移動できます例えばそのアイテムの部品表に移動することができたりしますそれがそんなアイテムを迅速に検索しオラクルの画面に迅速に移動できるというアイデアの一つです 画面上の他の機能としては特定のアイテムに対してレポートを実行できることです例えばのアイテムをハイライト表示してキーボードのコントロールキーやシフトキーを使って複数選択することもできますそしてレポートを実行できます例えば人気のあるレポートとしては高度なサプライチェーン計画のための水平計画がありますオラクル標準ではその情報を得ることが簡単ではないためです ここから微率レポートを開始し、それが完了するとそれが開いて処理ファイルが表示されます。では最初のシートには詳細でターがありますね。次のシートには水平計画でターがあります。そして、例えば、ティラとして予定在庫三国を見てみましょう。そして選択したアイテムについて、湯側に全てのデータが表示されます。 様々なバケットに分けられていますこれが、ね、ブリッツレポートをここにリンクして選択したアイテムのためにそれを開始できる他の機能ですあこのビューでフィルタリングすることもできます例えば部品表のうち制作部品だけに興味がある場合はあ日替わりで制作用部品をフィルタリングできますまたは同様に購入部品全体をこのように見ることもできます他のフィルター条件を使用したりします そして、カスのアイテムの供給と需要を確認することもできます。例えば、このモニターの供給と需要を見てみましょう。すると、供給と需要が見えます。この場合、例えば手元に、今、急7 3 2あります。購入注文で200が入ってきて、これらの入荷注文の予定、在庫3国を見ることができます。 じゃあまた、地切りの供給と需要い。そしてこれらのハイパーリンクをクリックして、このアイテムを消費する製造作業に移動することもできます。そしてこれも改善しました。ここではオラクルの必要な操作画面を少し改善し、すべての情報が1画面で表示されるようにしました。ここでは例えばこの製造作業がいつやに家の83台のモニターを消費していることがすぐにわかります。そして最初の タブでは、カーサンチャーサン、トゥーナルノション異なる操作ステップを確認でき、追加のタブをクリックすることなく、現在、急にあるアイテムや稼働中のアイテムの数をすぐに見ることができます。はい、それが主な機能です。もう一つ言うと、プラントの推奨を使用したり、ここからプラントの推奨をリリースしたりできます。 OK。特定の形をハイライトし、このケースでは例えば、これらの発注書をリスケジュールするための推奨アクションがあり、プラント注文をリリースするをクリックすると、推奨 MIFS にリスケジュールできます。リリースをクリックすると、それを毎日更新され MIFI が変更されます。もしプラント注文があれば、こちらからもリリースできると思いますが、ここではプラント注文がありません。プラント注文があるものを探してみましょう。 えと例えばこのハードディスクですねここではプラント注文があるはずですそれでは確認してみましょうここにはプラント注文がいくつかありますもしこれらのプラント注文をリリースしたい場合こちらから同様の方法で行うことができます以上が簡単な概要ですもっと詳しくご覧になりたい方はお問い合わせください個別のデモを手配いたしますありがとうございました